ひなチャンネル。今回はうるせいやつら17話反応会ね。私の感想会は出したので皆さんの反応を見ましょうかね。そうだな、新規アニメ勢のコメントも気になるよな。お前の感想はコア勢だからな。それではみんなの反応どうぞ。うるせえやつら始まった。貯金箱を。何の罪もない豚さんがブラジャーを買うぜ。いや、晒しでもいいんだけど。言うほどいける貯金額か。あーのすげ唇お化けが来る。始まった。今週もゆうのすけくん登場で嬉しい。怪しいのいるわね。何やってんだお。よくそんないろんなアングルから盗撮できるな。聞き覚えのある人たちだ。3人もいたのは予想外すぎる。弱大パパラッチ時代。抱きつき下着専門店ランジェリーショップ来たー。店員の反応強盗みたいになってるぞ。その格好で下着専門店はまずいですよ。5000円結構しますね。そこまでお高くはない。ブラジャー話はとても余裕。ブラジャーは高価なもの。あんな高価なものだった。お兄ちゃんもおっぱいないけどブラしてるからな。そういえばブラジャーの値段知らないや。ダイソー行けばなんとかなるが、男子の制服でブラジャー街に行くのはヤバい。だいたい犬に犬って書くなよ。仏滅高校って名前が笑い。意外と聞き分けがいい。多様性に配慮するチンピラ。ユリのカップルかもしれない。口どうなってるの。いくらなんでもブサイクすぎて草。やべえやつ。お前の口の中どうなってんだよ。でかゆ。お前マリオに出てこない。よくついてきてるなこいつらを。しのぶちゃん可愛いもんな。仕方ないでしょ。ダーリンコらダメだっちゃ。これでブラジャーが買える。お前らなんでまだその格好なんだよ。5000円の商品券で釣られたのかう。ブラジャー。ブラジャーは高級品なのか。ドキドキ。憧れの第一歩はブラジャーから始まるんだ。下も買わないとダメじゃないですか。ゆうのすけくんって何カップあるんだろう。ブラジャーが手に入るなら俺は何だってやるぜ。今何でもするって。商品券になってる原作はブラジャーだったような。ブラジャーしか言ってないぞ。ブラジャーボットになっちゃった。ブラジャージしか言ってねえよ。ブラジャー気さくな挨拶。ブラジャー忍のカチューシャ可愛い。ゆうちゃんはかっこかわいい。こいつブラジャーしか言わんなう。ブラジャーのためなら何でもするって言ったもんね。顔が引きつってるんだよな。まだ後ついてるけど尾行じゃないんだから普段着でよ。なんでいるんだよ。指に挟まる男はしず。こいつほんまめり込み当たる。最近ギミックになっている。当たるどんどん出番が。ゆうのすけちゃん君は間違ってる。当たるも悪いやつやのう。なんである。気持ち悪さ感じとしてる。フロントホック最新式オシャレブラジャー。どこが丸く収まるんじゃう。そもそもこいつら別に不良らしいことしてない。ブラジャーって叫んでるのやばいやろ。どうやってよ。原作だとブラジャー現物支給だったように思うが。いちいちブラジャー言う。ゆうちゃん可愛い。突進う。来ないで。うわぁ、そうだ、強いんだった。待て俺のブラジャー。そこかえ。商品券が、いくらなんでもタイミングが良すぎる。しのぶさんのブラジャー。それでいいのかお前よ。かなり立ちの悪い嘘で草。食ったう。ブラジャーは食べ物。もうめちゃくちゃだよ。肝なんでブラジャー食うんだよ。この部分だけ見たらシュールすぎる。ブラジャー食べるの暴れすぎるだろう。まっまのかよ。おかんのかよ。ママのブラだったう。人妻のブラジャーう。当たる。かしすぎるぜ。母上、フロントホックだったのか。性癖次第ではそっちの方が勝ち上だろ。晩ご飯はシューマイ一人3個。5個食ってて草。ラムもシレット一緒に食べてる。当たると当たるが喧嘩しとる。ラムだけ危険を察知している。ラムちゃん増えたしな。タラコだう。タラコさん、マルコあれじゃ利点がいないぞ。旧作はいたんだが。ラッキーな貧乏人言うな。魔法のステッキ持ってる星。タラコが2本も深夜アニメに出る。クール初めてじゃない。人でう。そもそも映画台無しですが5000兆円欲しい。今回食材以外を食べる化け物買いなのか。どうせだったら元通り以上にしてもらえばよかったな。強欲。タラコの歌を久しぶりに聞いた。ちょっと待った。熱い手のひら返しう。普通に女性キャラのタラコボイスじゃない。役を渡して欲しかったな。焼きそば食いたいう。チェリーてめう。横取りするなよ。キャンセルは受け付けない。こいつ選ばれた1回以外の願いも叶えるんだ。綺麗な当たる。あのステッキ、昭和の魔法少女感出ていていいな。信じるやつがいないだろ。ハーレムはお取り扱いできません。お取り扱いできません。ATM 買う。自作の紙じゃダメだったう。金ですよ、金。ズーズーしくて草。普通にくつろいでますね。放送終わったがう。古い。DV の砂嵐懐かしいな。金で買えない夢やロマンはないしょう。家庭崩壊。人生をやり直したいで鬼舞とシナジーできてる。人生をやり直したい、かう。いざとなると願い事って迷うよね。異世界転生希望ですかパパ。母子で同盟組まれたう。
サンキュー畜生星、頼むぞ。お前にかかっている。お父さんが人生をやり直したら、また諸星当たるからだぞ。あいつがいるとろくなことがないよ。その手があったかじゃねえ。ジェリーはいい加減にしろ。いや、それに最後の願い使ってどうする。窓ガラス割っていきやがったう。起きて願いを叶えてと書いておけば後悔。ジェリーに2つも取られるとはう。お前が言うかう。普通にオチのしっかりした回だったな。ゲストの声優さんが豪華で笑い。関さんとスバルくんの師弟関係、やっぱり相番関さんだった。これでまた下げ声優が集まった。相番関さんってことは関智和軍団やん。令和は家族全員でドタバタするアニメが流行る。消えないルージュマジックって結構いい話だったな。消えないルージュマジックやるんか。絶対見なきゃ。はい、みんなの反応はここまでです。お前みたいに文句言ってる人はいないぞ。皆さん良い方が多いですね。たまにはいいでしょう。うちもたまにはいいと思うぞ。あと、お母さんのブラの反応が一番反響あったな。私にとってはありえないけど、オチとしては衝撃だったわね。うちも衝撃受けたわ。そいでは今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも良かったと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくね。